北の森に進めば何かが変わるんじゃねえか。そんな気がしてならねえ、まあ、モリーの小屋に行くか。前回の終わり際だよ。モリー、モリスみたいな名前してんな。あいつの親戚かもしんねえ。お、じいさんだった。なんか思いのが年いってたな。わしゃー、モリーのことなら何でも知っておる。人呼んでモリーじいさんじゃ。右の方にあるマッシュの森には薬の原材料になるキノコが生えておってな、これが木の陰にひっそりと生えているもんで見つけるのが難しいんじゃ。右にあるのか、そんな森が。でももう右なくね。てかそもそもこの辺ってさ、森ねえだろ。もう北欧だからさ、あ、一応森か。あ、森あったわ。話しかけてよかった。マッシュの森のなんだっけ、木の根元あたりにひっそりと生えてるみたいなこと言ってなかったっけ。これそうじゃないの。なんかいかにもキノコっぽいのあるけど。おー、ほらほらほら、アークはキノコを手に入れた。あ、なんか幸先いいな。前回すげえ積んでたんだけどさ、なんか今回のパート出だしからすげえ絶好調だ。あ、でもあちこち探索しといてよかったな。あ、宝箱もあんじゃん。あ、プライムブルーもどっかに隠されてそうだよね。新旧来た。150回復するやつ。こっちの方は特に道ないのかな。いやー、プライムブルーどっかにひっそりと隠れてないかな。こういうの気になってしゃあないよね。いや、でも目に見えないところにさすがに隠してないか。いや、でもわからんよな。クインテッドサムスがその神のエンブレムだってクソ咲かせないところにあったからな。出ちまったけどさ、神のエンブレム半分ぐらいは全然咲かせなかったから、こういう木の裏とか隠れてんじゃねえかなとかって思ってたけど、ないかさすがに。いや、もういいや、行っちゃおう。わかんねえや。まあ、次だからこのスカンジナビア、この辺もさ、さまよえば、お、北の森じゃないこれ。お前なんでいるんだよ、ロイド。この縦札みたいのは読めないんだな。どこへ行く気だい、坊主。まさかこの森に入るつもりじゃないだろうな。やめておきな。この森には化け物がいるって噂を聞いてないのかな。度胸があるのは結構だが、やめた方がいいんじゃないか、坊主。この森は迷いの森、一度入って戻ってこないものも多いと聞くぞ。もっと正しい道を知ることのできる便利なものを持っているなら話は別だかな。この正しい道を知るためのなんか鈴、魔除け、犬笛だっけ、なんか犬除けか犬呼びか なんかの鈴を手に入れたら楽なんだけど、まあその鈴を手に入れるためには先に町でのイベントをやんないといけない。で、まあキノコを回収したから町というか城のイベントか、まあ、町でキノコを作成してからその後にも、お城に行って眠らせるみたいな感じなんじゃないの。あの鍋に、鍋っつうか壺、巨大な壺に、料理をしてる巨大な壺に火をつけるみたいなやつでしょ。装備してないからダメか。これだね。マッシュの森で拾ったキノコ、一部では貴重とされるんだぜ。で、これ装備して、で、こいつに話しかけると。私の仕事は薬作り。私の作る眠り薬は眠れない方に大好評。実は薬の材料を探しにマッシュの森に来たんですが、材料のキノコはなくてね。なんと、そのキノコは、私が見つけられなかったキノコではないですか。よろしかったら、キノコを私に譲っていただけませんか。お礼はいたしますから。嫌なコッタを選ぶと多分物語進まないだろうから、もう譲るしかないよね。ここは気分よく譲るか、1回目で多分譲ればいいと思うんだよな。あまりにも嫌なコッタしすぎたらさ、リップルタウンの長老みたいな感じでもらえるものもあんまりもらえないかもしれないからな。いいよ、譲ってやるよ。俺って優しいな。アークはキノコを差し上げた。すみません、眠れない夜を過ごしてる皆さんが救われます。お礼にあなたにも一つ眠り薬を作ってあげます。よく眠れますよ。お、ありがてえ。ちょっと時間かかるのでしばらく経ってから来てくださいね。こういうのはだいたい画面さ切り替えてもう一回行けばできてるんだよな。薬くれよ。お待たせしました。あなた分の眠り薬が出来上がりましたよ。どんなに眠れない方でもこれさえ飲めばあっという間に眠れます。仮にお城の鍋にでも入れればお城の人全員が眠ってしまう特別なやつですからね、っていうこういうヒントもくれるんだな。使用上の注意をよく読んで正しくお使いくださいね。アークは眠り薬を手に入れた。でかいねこれ。なんかティッシュみたいなやつになんか色青いな。さっきのキノコ茶色かったけどなんでこんな青いんだよ。
明らかにゴースケ着色料を使ってるだろう。薬は試してみましたか？あれ一つでお城の人全員を眠らすことだってできます。うん、まあこうやってヒントをちゃんともらった上でお城に行く。で、眠らせることによってその警備が手薄になるから、なんつうんだろうな、侵入しやすい。エル王女一人の状態で話しかけることができるみたいな、そういう状況にできたはずだ。いやー、この境目がマジややこしい。で、この人普通に話しかけても何も起きない。この大きな壺でお城の全員分の食事を作るのは熱くて大変よ。うん。んで、眠り薬。城の人全員を眠らせる効き目抜群の眠り薬だぜ。いいね。俺も常用してよ、これ。で、これを使って、これ勝手に壺に触らないで、何に中に何か入れられたら大変じゃない。もう入れたんじゃないの？あ、まだ持ってるわ。これなんかイベント発生しないのか。あ、違う、誰か別のあれか、腐れメイドみたいなやついて、そいつに話しかけると薬仕込んでくれるとかじゃないの。やめて、私の好み、王女のお婿さんになるのなんかやめて。私と付き合わない？王女なんて言ってるけど、あの子は王の子じゃないのよ。ただのみなしごなんだから。こいつじゃないか。このメイドさんにあげたらなんか反応する。おほほ、いやね、私王様の裏口なんか言ってないわよ。反応しねえな。まあ、この辺ちょっともぐもぐするか。ちょっと待って、これここも貫通すんのか。え、全部貫通する？いや、皿あるところだけか。なんでここだけ貫通すんだよ。またこの怪奇現象起きてるじゃん。やばいね、このゲーム。壺に触らないで、また怒られて。あいつがさ、右向いてる最中に入れるとかかな。今違うか。どの位置だろう。ここダメか。ダメだな。どうすりゃいいんだ。アイテム使うとかってさ、 X ボタンか。あー、できたできた。アークは眠り薬を壺の中に入れた。思いっきり見られてるけど、メイドさんみたいな人に。さあ、食事の支度ができたわ。ほらほら、関係ない人は早く出て行ってちょうだい。うまくいったな、これで。追い出されてるんだけど。なんで城から追い出されてんだよ。まあいいや、これでまた入って。寝てるでしょ、みんな。寝てんじゃないの、ほら。構えてないもん。で、なんでこんな全身赤いんだよ、こいつ。ぐー。みんな気持ちよさそうに寝てやがるぜ。今のうちにあれだ、なんか、そのメイドさんとかにもいたずらしてもバレないんじゃないの。ほらほらほら、もうなんかいたずらし放題だぞ、これ今。胸とか揉んだりしても全然あれ怒られないわ。もう全員バカみたいに寝てやがんな。いたずらし放題だ、たまんねえな。プリンとかだったらあれだろ、マジックペンで顔に落書きされるだろ。で、こいつらも相変わらず寝てて、こっからだっけ、謁見の間。うわ、鼻ちょうちん垂らしてない、このハゲ。こいつら前回サムネになってたと思うけどさ、こいつら鼻ちょうちん垂らしてたよな、こいつら。で、王様とエル王女はいないんだな。やっぱ寝室に行くのがいいのか。もうあの三兄弟いる？三兄弟ももういなくなってる。こっちの西側は？もう西側にもいない。あの三兄弟どうしてたんだろうな。ロイドもいなくなっちゃって森の方に行ってたしな。で、まあ普通に王の寝室？王妃の寝室に行って、なんかやればいいんだろうな。あ、でもちょっと気になるな。他の部分どうなってんだろう。あの図書室のジッチも寝てんのかな。こっちだっけ。あ、待って、こっちじゃないか。あ、寝ちゃってるな。見事なまでの鼻ちょうちんを垂らしながら気持ちよさそうにすやすや寝てやがるぜ。で、こっち側だよね。俺さっきはなんかまた別のところから行こうとしたけど、多分違う。お、なんて今書いてあった。なんだ、誰かと思えば王子様か。今喋ってなかった、普通に。なんで王子様、なんであんた起きてるんだ、飯を食ってないのか。無言だ、喋ってないな。ヨミ、へへへー、アーク、あの王子様に嫌われてるみたいだに。うるせえな、あの王女エルには似てるけど性格はまるで正反対だぜ。こっちはダメだ、こいつここで道塞いでやがる。しかも話しかけることすらできねえ。で、まあ右に行ったら、あれ、エル王女は、エル王女いねえじゃん。
どういうことだよ。でももうこれで全員お城にいる人寝てるよね。もうお城にいる人全員寝てるんだったらどうしようもなくねえか。こっちなんだっけ。ああ、メイラさんがいるだけか。王様もいねえし、フィーダーもいねえし、結局やることが何なのかわかんねえな。そっか、俺さっき行こうとしたのあれ、牢屋か。まあ、牢屋の中、あれ？じゃあ、あれなんだ、囚人起きてるんじゃない？囚人脱出させてやろうぜ。鍵もさ、うまい具合にくすめてやれば大丈夫なんじゃない？囚人は起きてるでしょ？ほらほら、やっぱり起きてる。囚人は別のもの食わされてるだろうから。今起きてんだからよ、どうにか脱出させてやりてんだけど、どうしまったんだかな。見張りの奴ら飯を食った後急に眠っちまいやがった。ところで姉ちゃん、一つ頼まれちゃくれねえか。その見張りが持っている鍵でここを開けてほしいんだ。どうだ、やってくれ、任しとけ、やってやるぜ。お安い御用だぜ。見張りが持ってる鍵を持ってくればいいんだろ。その通り、あんた物分かりがいいね。よろしく頼んだぜ。ちょっと失礼するよ。あったあった、これだな、牢屋の鍵ってやつは。犯罪を犯してしまった。まあいいや。このお城の王様クソ野郎だから、これぐらいやっても別に許されるだろう。牢屋の鍵を手に入れた。いいね、赤い、ルワール城の、地下にある牢屋の鍵だぜ。よう、鍵はまだか。今更やめるっていうのは釣れなさすぎるぜ。いや、持ってんだけど装備してないからダメか。装備してこれで X 押せばいいのかな。あ、普通に話か。うん、ダメか。ここは OKOK。アークは牢屋の鍵を使った。ほらよ、おっさん。これであんたは自由だぜ。おっさんなんだな、白い風。すまねえな、兄ちゃん。恩に切るぜ。礼にいいことしててやれよ。俺が盗もうとしていた王様の隠し財宝のことをさ。こいつか、ヒントくれる人って。あ、じゃあこのイベント必須だったか、もしかしたら。王様の部屋の置物の後ろに財宝庫に通じる入り口があるのさ。王様の部屋の置物の後ろ。王様の部屋って、なんか寝てるやつがさ、道塞いなかった。王様の部屋の置物の後ろ、財宝庫に通じる入り口があるのさ。その気があるなら行ってみな。あんたに譲るぜ。じゃあばよ。民家の方に行ったらさ、この白い風待ってた子供いたじゃん。あ、おいで、ゆっくり歩いてんな。もう話す言葉、あ、ありがとうよ。あんたのことは一生忘れねえぜ。目の前で脱獄させてどんな気分。ねえねえねえ、どんな気分。白い風を待っていた民家のあの人どうなってんだろうな、あの子供。他のやつらはもうこれといって寝てるからどうしようもなくて。じゃあ王様の部屋の後ろのなんか置物が動かせるとかって言ったけど、王様の部屋ってさ、これ違うよね。王様の部屋じゃないもんね、ここ。王の部屋っていうのがさ、どの部分が王の部屋なのかをちょっとはっきりさせてほしいよな。やっぱあれなのかな、あの兵士が寝てて道塞がってるところか。まだじゃあ行けないとこなのかな。いずれイベントこなしたらいけるとかだっけ、ここ。あ、え、は、なんで押せるんだよこいつ。見張り押せんのかい。これ動かすとなんかあるんでしょ。あれ違うか、押せるとかって書いてあったと思うんだけど。まだここ王様の部屋じゃないのかな。こっちは王女の部屋。あ、じゃあ反対側が王様の部屋か。じゃあこれ正しい選択肢を今選んでるってことか。うわー、なんか値段すごい高そうな壺をもう全部ぶっ壊してるけどよ。あ、まあいっか。指紋とか取られてないだろうし。てかこの時代に別に指紋でなんかするとかできないでしょ。おお、これだな。動かしたらなんかあるみたいな。王様気持ちよさそうに寝てんな。お前ピンクのベッド全然似合わねえよ、そんなヒゲ面だったら。むにゃむにゃ、その像に触るな。むにゃむにゃ、ヒントを教えてくれてるわ。触れってことか。で、なんか地下に行けるとかじゃないの。地下のダンジョンみたいなとこ行って、おー、ルワール城等。ここでのイベントこなしたらようやく北の森に行けるとかじゃないの。多分、今の段階では、エル王子も何も喋ってくんないし、何も発展してないから、あ、いいのかな、合ってんのかな。あ、待って、ここにあれなんじゃないの、狼の動きとかをなんか制するためのやつ、なんか道が分かるような笛が入ってんじゃない。守りの鈴、これよ、これがあれば迷わないんじゃないの。守りの鈴なんか顔が書いてあるみたいだったな。顔っぽく見えない、これ。なんか悪魔のなんかピエロの化粧みたいな顔に見えるんだけど、守りの鈴の
グラフィック。正しい道を進むと音で知らせてくれる鈴だぜ。いい鈴だよねこれ。広瀬すずとは大違いだわ。なかなか優秀な鈴を手に入れた。でこれでまあ森に向かうことによって迷わずにいい道進んでいけるって感じなんじゃないの。おお、また押してんのか。鈴手に入れちゃったよ。むにゃむにゃ、そもそもに触るな。これでもあれなのかな、白い影を、白い影じゃない、白い風を助けなくてもこの王様からヒントを得ればこの銅像を動かして道発見できたってことだよねきっとね。いやでもこいつ押せるなんてさ全然想像もつかないですよ。こいつ以外のさ寝てる人って押せんのか、そもそもそれに気づいてなかったらさ罪じゃないか、これ押せんのこいつ。押せねえじゃん。いやいや、これ気づかんって。なんであの見張りだけ押せるってなってんだよ。いやいやいや、割と難しいな。ノーヒントでこれってなかなかハードだ。俺も今たまたま押したからよ、イベント発生したけど、そうじゃなかったらそのまま俺北の森に行ってたかもしんねえな。あの1階の盗賊の人助けたりしないでさ、これで北の森になんかエル王子を話しかけてフラグ出したからもう北の森行って大丈夫じゃないのみたいな、北の森行って鈴手に入るんじゃないみたいに思ってたかもしんない。まあこれは角にいるからもう押すことはできないか。じゃあやっぱ王の入り口の手前にいたあの番人しか押すことできなかったんだね。でまあこれでまあ守りの鈴を手に入れたから、まあロイドがさっき、ここは迷える森だ、お前みたいな甘っちょろいやつはまだ来るところじゃねえみたいなさこと言ってたけれども、まあこれでまあ文句なくいけるよね。守りの鈴ちょっと見せびらかそうぜ。ああ装備してんのか。へいへい、守りの鈴手に入れるぜ。どこへ行きたい坊主、まさかこの森に入るつもりじゃないだろうな。やめておきな、この森には化け物がいるって噂を聞いてないのか。いやもう大丈夫だぜ。同じセルしか言えねえ。鈴を見せてやりたいよこいつに。鈴を見せてドヤ顔したい。どうしてもこの森に入る気なのか坊や。威勢のいいことだ。まあせいぜい気をつけな。森に住むのは化け物ばかりとは限らないぜ。メイリンと出会った気すんな。あとね、なんか、うん、守りの鈴が鳴った？全然今音聞いてなかった。もうしゃべりに夢中になったわ。メイリンがなんかいるんだよな。この迷いの森の奥進んでいくと、おなんかコウモリがいる。迷いの森の奥に進んでいくと、その地裏の世界のクリスタルホルムがあるんだよな。懐かしいアークの生まれた故郷で、そこがそのストックホルムとウリ2つなんだみたいな感じのことを言って、まあエル王朝もそこに登場して、なんだかよくわからないイベントが発生するみたいな感じだったはず。これさらにこれ奥とか進めんのかな。守りの鈴でも鳴ってるから正解なんじゃない。うん、鳴り響いた。多分今の道が正しい道なんじゃないか。他の道に行ったらさ、鈴鳴らないかどうかちょっと確認しておきたいよね、そこら辺も。オオカミワンワンを、サーベルドッグか。サーベルドッグってさ、イエティがいたところにもいなかったっけ。あれもう道ねえじゃん。あー、じゃあ今のところはもう右に行くで正解だったのか。右に行くじゃねえや、上に行くが正解だったのか。うん、まだ道が二手に分かれたりしてないからそんなに苦労することはなくて、てかそもそも守りの鈴なくても別に大丈夫だったん、大丈夫っつうか無理やりこう行こうと思えば行けたんじゃないのここ。その辺がどうなのか分かんないけどさ。あ、こっち正解か。え、じゃあ左行ったらどうなんのこれ。左に行ってみるか。まあ犬っころはちゃんと倒して、あ、ならない。あれ、これ同じマップ臭くない？なんか同じマップ臭いね。マップの形がさ、同じじゃん。あー、これ多分そうだわ。無限ループするやつだ。切り株の位置とかも多分同じだから。じゃあこっち側に行かざるを得ないってことか。あー、いいね、いいね。一回でも道間違えたら、そのまた同じ場所に戻されるっていうのはありがたいよね。スタート地点まで戻されないっていうのはかなりありがたい。たまにあるじゃん、その、6回連続とか7回連続ぐらいで正しい道選ばないと毎回スタート地点まで戻されるやつ。ああいうのと違ってさ、4回目のあたりで道間違えてももう一回ちゃんと3回目の位置からやり直せるみたいなさ、そういう仕様なのは助かるよね。あ、正解引いてる。正解引いてるからまあこのまま行くか。レベルは十分じゃないか。あーでも次のボスブラッティメアルでしょ、多分。
そのスペインにピレネー山脈の関所越えてさスペインに行くみたいなこと言ったけど、それ踏まえるとな、もうちょっとレベル24くらいまでは上げたいんだよな。あー間違ってんな、これ今と同じ、いや今と同じ道だね。ほい、ちょっと来るな来るな来るな、もう十分いるだろサーベルドッグで。こいつら蹴散らして、左合ってるか、あー違うっぽいな。あー待て、結構戻されてないか、こっちでしょ。あー一個前まで戻されてたな今の場合。ってことは多分右かな、右が、うわちょっと待って、金縛り、金縛るな、やめてくれ。こっちがどこだ、ここさらに何、上と右に選択肢あんの。右にするか、ならないね、音が鳴らないってことは間違ってるっちゅうことだな。じゃあもう一回今と同じマップ出して、まあ、今度は北に向かうことにするか、多分それが正解だと思うから。でお金も結構消費してしまっている以上回収しておきたいっていうのもあるんだよな。 HP が、まあ137か、まあ大丈夫か、1000円あるしな今な。これこっちでしょ多分。 OKOK 正解、守りの鈴が鳴り響いた。鈴なしでどうなんだろうね、来れんのかな。 RTA やってる人とかだったら鈴なしでやってる可能性もあるけどな、必須アイテムではないと思うんだよ攻略する上ではさ。まあマリオ RPG の花ちゃんの森みたいな感じで、あそこにある隠し宝はこう別に必須ではないじゃん。合ってるか、これなんか似たようなマップになってない。あー待って、これここまで戻された、これ2個前のマップだよな、場所によっては2個ぐらい前のマップまで戻されちゃうのか。いやーちょっとやめてやめて。でこのサーベルタイガーを倒して、こっちが正解だっけ、こっち行って、俺今どこで道間違えた、左行ったんだっけ、あーちょっと待って戻るなバカんで次どこだ、あ右行くか、あー合ってた合ってた、マウルスが鳴り響いた。どこのマップだよこれ、いやー複雑になってきてるよね、複雑っていうかちょっと狭くなってきてる気がする、道自体が。んーで上行く、